8月のテーマとしては、引き続き地震などの災害用の備蓄の強化ですね。こちらの方を進めて、毎月行っているローディングストックでの備蓄品の補充を行っています。で、まずはですね、地震用の備蓄の強化。今月はこんな感じで進めています。水がなくても歯磨きができる、このフィンガーウェッティっていう指型の歯磨きシートですね。こういうのがあったので、これ2つ、60枚入りを2つ購入してます。そして簡易トイレのこの段ボールと、この座るところですね、これのセットになったもの、これ2つ入ってるものを1個購入しています。そして、ローリングストックですね。ローリングストックについては、まずは主食関係ですね。主食についてはこんな感じで。もち麦、これは2025年6月まで大丈夫なもの。これを 1.5kg 1袋と、このお餅ですね。お餅は2026年2月まで大丈夫で、これ最近よく食べるので4袋ですね。そして、このイボの糸という、このそうめんですね。暑くなってきたので、そうめんも備蓄して、2026年9月まで、これは大丈夫なものです。そして、その他の食品関係ですね。それはこんな感じで進めています。ポン出しの 450g 入ってるもの、これを2025年12月まで大丈夫なものを1箱と、お味噌ですね。味噌は、これは2025年1月まで大丈夫なもの、これを2袋と、このわかめスープですね。わかめスープは、これは2025年5月まで大丈夫なもの、これを1箱と、あとは海苔玉は2025年6月まで大丈夫なものを1つと、いりごまは2025年7月まで、これを1袋と、すりごまも2025年7月まで、これを1袋。そして、このカカオ86%のチョコレートですね。これは2025年7月まで大丈夫なもの、これを3袋ですね。そして、このギャバのチョコレート、これは2025年4月まで、これを3箱と、この腸活ココアですね、これは2025年9月まで大丈夫なものを1袋。そして、きび砂糖、これは賞味期限とか特にないんですけども、これを1袋と、このカレーのルーですね、こちらの方は2025年の10月まで大丈夫なものを2つですね。そして、カツオパック、これは2025年7月まで大丈夫なものを10袋、これを 2g 10袋が1つですね。そして、この酢は2026年7月まで大丈夫なものを1本と、この寒炭酢についても2025年7月まで大丈夫なもの、これを1本。そして、白だしですね。白だしは2025年6月まで大丈夫なものを1本。そして、醤油ですね。お醤油は、これは2025年の12月まで大丈夫なものを1本と、このお醤油、2026年1月まで大丈夫なものを1本。そして、お酒ですね。お酒、料理酒は2024年5月に作られたもので、ここから1年間大丈夫です。お水、ペットボトル入り2リットルが6本入ったこの1箱と2箱、今月は2箱購入しています。そして、日用品ですね。日用品については、今月はこういう補充をしています。このフリーザーバッグの M サイズですね。これ20枚入りを1箱。そして、サランラップのこの中くらいのサイズですね、これを1本。それから、アイラップを1箱。
そしてこの詰め替え用ですね、きれいきれい、これを1本、そしてジョイの詰め替え用を2本、それからこのリードクッキングペーパーの詰め替え用2本入っているものを1つと、この食卓テーブル用の除菌シートですね、これを1つ、ボックスティッシュで1、2、3、4、5、5個入りのものを1、2、3、4、4個、今月は購入しています。ということで、こちらの内容がもし参考になったっていうことであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると励みになります。それではここまでご清聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。